はい、どもれです。今回ですね、こちらの海賊祭グランドパーティー、編成考えてきましたので、ちょっと見ていきましょう。6月の、8日ということで、まあ今日ですかね、開催予定なんですけど、まあ特別ルールちょっと見ていきますと、ですね、今回のルールなんですが、こんな形になってますと。ワード属性の体力アップレベル10、コール属性の攻撃アップレベル10、自由ザトスタイプの、速度アップレベル10と、で格闘の、防御アップレベル10、で力属性の被災地の溜まる速度ダウンレベル5と、いう形になってますね。うん。でゾロとサンジの GP バストの条件が 40% 減少ということで、まあだいぶね、今回の新規のサンジとかゾロをちょっと優遇したような、ものにはなってる感じですかね。で、まあ、あと10周年とかのキャラとかの、優遇さも多少あるかなっていう、まあ、形になっております。まあそれちょっと込みでね、ちょっと、編成考えてきましたので、まあぜひともね、少しでも参考にしていただけると嬉しいなと思ってます。はい、ということで編成はこんな形になっております。まあ白色パと自由パと、地属性パという形のこの3つの編成を一応軸に、私はやっていこうかなと、まあ、考えてます。まず白色パ、まあなぜかというと、まあ今回の特別効果とかを見る限り、やはり自由パが使われてくるんじゃないかと、いうところですね。まあ、確実に自由パは使われてくるでしょう。それこそギアフィフス、心属性ギアフィフスとかは絶対使ってくると思うので、今回デバフがないということでね。うん。まあ、デバフがなければね、やはり1位2位を争うような、まあ、上位を争うようなね性能ではありますので、まあ、持っていれば絶対使ってくるでしょうということで、まあ、間違いなく来るかなというところで、まあ、その自由パ対策として白色パと、地属性パって形ですね。まあ、どちらが当たってもある程度、いい勝負してくれるんじゃないかなっていうところで、まず白色パなんですけど、まあ、ロビー&コアラとかで、自由パへの、デバフ、防御ダウンとかがついておりますし、あとはそうですね、まああと普通にこっちのハンコックとかで状態異常とかですかね、まあ、混乱とか行動封じとかっていう、でまああと、ジューパーに対する攻撃力ダウンだったり必殺指示の溜まる速度ダウンがついていたりだとかっていうのもあるので、まあ相手の、そういったねデバフ効果とかをかけつつ、まあ相手に技を打たせないみたいな状況を作ると。で、まあ、最悪撃たれたとしても、こちらのチョッパーとかで、短縮、回復していくって感じですね。体力とかを、ヒーサーとかですね。まあ、4倍の回復なので、かなり回復してくれるんじゃないかなというところで、まあ、耐久とか回復とかもチョッパーにお任せっていう感じですね。で、まあ、あと、相手の CT がどんどん溜まっていくと思いますので、まあ、ナミアンドカリーナで、相手のデバフかけつつの必殺指示、40% 遅延したりだとかっていうことをしていき、まあ相手に本当に必殺を打たせない状況を作っていくと。で、まああとコアラ&ロビンとか、ブラックマリンドウルティとかで、ダメージを稼いでいくって感じですね。相手の体力を削っていくっていう、まあ流れで私はやっていこうかなと、はい、考えていますかね。うん。まあ、多分結構自由パって攻撃型のキャラってまあまあいると思うので、まあ相手の捨て半減とかをしつつとかね、していき、なおかつ、攻撃 2.8 倍のダメージとかって与えてくれるので、まあかなり体力は削ってくれるんじゃないかなと、思ってますね。まあ一応これでいこうかなとは、考えてます。で、もう一体が地属性パという形なんですけど、まあこれは普通にこちらのギアフィフス、を軸にちょっと作っていったわけなんですけど、まあ地属性へのエンハンスだったりとか、まあ5倍のダメージ与えてくれたり、相手の自由パの、CT の蓄積値が多い、2体を 100% の確率で強制退場するということで、まあこれ強制退場ね、結局前回の、グラパで分かったことなんですけど、
まあその10秒間って書いてあるんですけど、10秒間そのキャラたちがもういない状況という、状態以上ですと。で残り3体とかになった相手を倒せばもう決着がつくみたいな感じですね。まあその退場したキャラが、HP0 になっていなくても退場したことでもう、その場の、決着がつくみたいな、まあ、形になってますので、実質例えば5体編成だったら3体倒せばこちらの勝ちみたいな、この10秒間以内にっていう感じのキャラなので、でまあ相手が10パだった場合は強制退場できるので、でこの強制退場の多分体制ってまだ出てきてないので、普通に強制退場できるというところで、あと3体をまあ、例えばですけどこちらの、アトラスね、私アトラス入れてるんですけど、アトラスでまあ3倍、まあちょうど残り3体になると思うので、3体、3.5 倍にダメージあったり、防御効果無視してダメージ当たりたりだとか、まああとギアフィフツの GP バーストを使って倒しちゃうとかね、ことができますので、うん、まあ非常にこの編成はいいんじゃないかなと。まあただね、うまいこといくかはちょっと微妙なところではあるんですよね。うん。で、まあ一応こちら、シャンクスなんですけど、まあ体力 27% 減らしてくれたりだとかっていうのもありつつ、まあ相手が自由パの心属性みたいな感じの編成であれば、相手にデバフもかけたりだとかっていうこともできますし、で、まあこちらのボニーの方で、まあデバフかけつつの、相手の必殺 CT が 70% 以上であれば、敵3体の CT を 40% 遅延できるっていう非常に強い効果を持っていますので、まあこれでちょっと遅延させながらみたいな感じですかね、敵3体。うん。っていう感じにしていけば、まあ相手に必殺撃たれる前にこちらのギアフィフスとかの必殺を撃つことができるので、まあ結構な、アドバンテージを取れるかなって感じですね。でまあ今回このキャラね、前日和入れてたと思うんですけど、あの小紫ね入れていたと思うんですけど、まあそれで耐久力を上げようと思っていたんですけど、もうその相手が膝を打つ前に倒しちゃえばいいんじゃないかっていう、まあちょっと結論に至りまして、まあこちらのプリンってちょっと地属性の、膝 CT の短縮 35% 短縮できるので、かなり短縮してくれるんですね。なんでボニーで相手の膝 CT の短縮かけつつのこっちの、膝だで膝短縮していくみたいな状況を作れば、かなりの差をね埋めることができるんじゃないかなと思っていますので、で CT が22なので、早めに溜まって早めに打って、ルフィとかね、アトラスとかの膝事情を短縮させてみたいな感じにしていこうかなと。まあ、ただねこのタイミングの方がね、しっかりそのハマればっていう話なので、なんかうまいことハマんなかった場合はちょっとプリン違うキャラと変えてっていう感じにするか、もしくはレベル上げたりだとかっていうことをしてちょっと調整しようかなとは考えてますね。うん。まあとりあえずこれが自由パ対策ですかね。まあ確実に3つのね、あの編成の中に1体は多分自由パ入ってくると思うんですよ、皆さん。なんでそれ対策として2つ。で、最後当てが外れてもね、2体、2組分あるので、それでちょっと対応していくと。で、まあ、あとは誰と当たってもいいようにこちらの自由馬を使っていくということで、まあ、相手が白色馬とかね、それこそ地属性馬だった場合は結構厄介ではあるんですけど、まあでもそれをちょっと回避するために、私はナミ&カリーナ、進化前ナミ&カリーナをちょっと入れさせていただきまして、相手の遅延させていくと。それこそギアフィスとか入れていた場合ね、そのギアフィスの、必殺 CT を短縮させたりだとかっていうことをしていこうかなと。で、まあ、あとはおでんとかギアフィスとかで、しっかりダメージを稼いでいき、で、ちょっと足りない場合はね、ギアフィスの GB バースト使ったりして倒していこうかなと、は考えてますかね。で、ナミアンドカリーナ一応進化前なので、耐久力がね、あんまりないということで、まあ、これでもし倒されてしまったとしても、一応こちらの兵隊さんとレベッカ入れてますので、で、今、心属性とか結構強化されているので、まあ、しっかり火力も通ってくれるんじゃないかなっていうところで、ちょっと兵隊さんとレベッカを入れているっていう感じですね。まあ、2.25 倍のダメージはね、かなりダメージは稼いでくれるかなと思いますし。で、まあ、あとは、こちらの3時とかで必殺チージの短縮であったりだとか、まあ、あとはそうですね、エンハンスかけてくれたりだとかっていうことをし、で、まあ、こちらのゾロもね、エンハンス用ですね。うん。全体のエンハンス上げるためにちょっとゾロを入れているっていう形で、
ちょっとやっていこうかなと。一応、初陣、ね、初陣はこれでいこうかなと、は考えてますかね。はい。で、もうちょっとちょっと編成を考えてまして、それこそ技属性がね、結構エンハンス、今回特別効果で上がっているので、技属性もちょっと作ろうかなというところで、一応技属性はこれですね。作ってますと。まあ、ルッチ。今回ちょっとルッチ超進化できたというところと、まあ結構ね、優秀な効果を持っているということで、ちょっと使ってみたいなというところで、ちょっと今回ルッチを、試しに入れてみましたと。で、相手がね、でもね、今回技属性は結構多くなると思うんですよ。そうなると即属性はあんまりいないんじゃないかなっていう。特別効果ない即属性ってあんまりね、多分使われないと思うので。で、それこそ野心とか、強靭タイプの、エンハンスとかもかからないということで、多分ね、即属性は少ないと思うんですよね。まあ、ただ即属性に対してはね、かなり優位なね、編成になってるんですよね。ルッチで減らしたりだとか、ネコマムシで減らしたりだとかっていうこともできますし、で、ルフィで強化してみたいな、まあ、感じにできますので、まあ、もしかしたらちょっと黒ひげのところをヤマトに変えてっていう感じにもしようかなって考えているので、そうなるとね、即属性パーに対するエンハンスといいますか、ダメージ量が結構変わってきますので、まあ、それちょっと行くのもありなのかなと、一応考えていますかね。っていう技属性パーと、まあ、あともう一つ、力属性パーをね、一応、前回力属性パーに結構やられたんですよ、私。まあ、ただ今回力属性パーのね、ヒサチジーの速度ダウンがついているんですよ。まあ、それがどうなるのかっていうところにもなっているんですよね。まあ、ただちょっと力属性パーね、結構やっぱ強い。っていうことで、ちょっと今回こんな形の編成になってますね。まあ、ルフィ。今回ルフィちょっと使いたかったんで、ルフィを入れつつ、もうこのルフィにボコボコにされましたからね、前回。で、キッドも、防御効果無視してダメージ与えてくれるので、この2体ね。結構、ね、防御効果無視して3回行ってくれたりだとか、こちらのキッドも同じくですね、防御効果無視して 1.5 倍のダメージ与えてくれたりだとかっていうのがあるので、この2体でちょっと火力、もう、この2体が多分必殺打てば、相手多分、全滅すると思うので、それを、どう持っていくかっていうところで、まあ一つが、まあ今この編成にしている白ひげをちょっと入れさせていただきまして、この 50% 減らして、体力 50% 減らして、最悪どっちかキッドかルフィかどっちか必殺打てれば勝てるよねみたいな状況を作るか、もしくは一応こちらコビー入れてるんですけど、このコビーね、コビーを入れてるんですけど、ちょっと待ってくださいね、コビーを入れてまして、コビーこのコビーを入れて、コビーがね5体以下であれば、私がこっちかな、5体以下であれば攻撃の高い仲間1体の必殺 GD を 100% 短縮してくれるみたいな効果を持ってるんですよね。まあ、なので例えばルフィとかキッドとか必殺打って減らします。で、全員倒せないよってなった時に、こちら5体以下になっていれば、100% 短縮できるので、もう一回ルフィの必殺打てるみたいな状況を作って、ちょっと倒すかっていう、2回打てばさすがに倒せるでしょうみたいな状況を作るか、コビを入れてね、もしくはここに、まあ、先ほど言った通り早めにね必殺打てればこちらの勝ちっていう状況だと思いますので、例えばこういうビビとかを入れて、力属性パの、必殺陣の溜まる速度アップレベル5ついてますので、これちょっと速度上げて、しっかり、ルフィとかのね、エンハンス、必殺 CT が溜まるように状況を持っていくっていうのもまあありなのかなと思いながら、っていう感じですかね。まあ今ここでちょっと迷っているとこでして、で、まあ、あと黒ひげとかね、カイドが、まあ、単純に強いっていう、デバフ効果かけてくれたり、体力 35% 減らしてくれたりだとかっていう、まあ、黒ひげね、結構減らしてくれるので、で、まあ、相手が、例えば、コード封じ耐性ついてなければ、コード封じもつけますし、カイドウの方も、まあ、一応防御効果無視してダメージ与えてくれたりだとか、4倍のダメージとか与えてくれるので、結構力属性パってね、
この防御ガムシダメージ与えてくれるキャラ結構多いのでね、こういうキャラをちょっとうまいこと使って倒していこうかなと、っていう感じですかね。まああともう一つ言うのであれば、耐久性を上げれるようなキャラをちょっと入れるのもまあありなのかなと、思ってますかね。耐久性ね、例えば誰かいるかな、耐久力上げてくれるような、そうね、耐久力ね、いやそう、耐久力上げれるキャラをね1体入れて入れれば、まあ例えばこういうカイドウね、ジャックとか、ジャック一応ね体力アップついてますし防御アップもついているので、結構耐久性は上げてくれるんですよねこのキャラ。で必殺打てば防御アップレベル4ついてくれるので、結構ね耐久性上げてくれるので、こういうジャックとかもまあありなのかなと思いながら、でまあここに例えばコビね、さっき入れてたコビを入れたりだとかっていうことをすれば、まあ最悪ジャックがやられた場合コビ入ってきてコビでまた必殺短縮できたりだとかっていう状況も作れますし、まあ力属性の必殺的な速度ダウンがレベル5ついているので、まあそこがちょっとね厄介ですよね。まあただハマればやっぱりこの力属性パって強いので、いやーやっぱりコビ欲しいコビいれば速攻にもできてね、ルフィとかの必殺も使いやすいんですけどね、ちょっとコビまだゲットできていないので使えないんですけど、まあこんな形で、まあ、耐久性を上げるとか、まあ、必殺技の速度アップつけたりだとか、まあ早めに決着つけたりだとかっていうことをする状況でちょっと力属性パー挑んでいこうかなと。まあそれこそ相手が技属性パーとかなのであれば、この力属性パーちょっと当てていきたいですし、まあ技属性パーはねある程度多くなると思うので、そういうのも込みでね力属性パーちょっと入れていきたいなと。まあただやはりまあ私のねやっていくっていう編成はこの3編成かなと考えてますので、これちょっと自由パー倒しつつ、なおかつ相手が誰で当たってもある程度、接戦に持ち込める自由パで、ね、さらに削っていくっていう、まあ、形にしようかなと思っていますので、まあ、実戦また今度やると思いますので、まあ、そちらの方をちょっとご使用してみてください。まあ、ということでね、今回は、以上グランドパーティーの、編成ということで、まあ、少しでも参考になってくれればなと思っていますので、まあ、実戦もちょっとね私も早くしたいところではありますので、まさちゃん本動画もご視聴してみてください。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっている方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。